はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、久しぶりにこちら鷹の目の蒲田店さんに訪れております。今回ですね、そろそろちょっと暑くなってまいりましたので、冷やし系の限定をいただきに伺いました。今回いただきますのが、混ぜそばの冷やしメキシカンということで、今ね、撮影現在が6月5日、この限定メニューは6月6日までなので、動画公開時期には一旦販売は終了してるんですけれども、今後ですね、この夏場の間にどこかの店舗でまた復活するということで、せっかくですので、今後ね、このメキシカン限定販売、また開始される際には皆様にも知っていただきたいので、今回はこちらの限定をいただいていこうと思います。今回のね、限定なんですけれども、名前の通りメキシカン系でして、サルサソースであったりとか、トッピングにはタコスだったりとかチーズ、そういったものも入っておりまして、いろんな洋風系の冷やし混ぜそば、これね、限定メニュー鷹の目さんで食べてきたんですけれども、メキシカン系は初めてということで、今回のメニューすでに作っていただいておりますので、完成するまでもう少々待ちたいと思います。ということでですね、本日のこちら特大の一杯完成しました。無料トッピング等に関してはもちろん全増し、そしてそれ以外にも味玉、うずらやお肉ですね、こういったものを追加で注文させていただいております。早速出来たてをですね、いただきたいと思います。混ぜそばなんでね、ひとまず麺からいきたいんですけど、ちょっと麺いける隙間が全くございません。このソースから、いいよ、重たい、やばい、割り箸いきそう。うまっ。十分この中心のミートだけでうまいわ。あ、うめっ。今回こちらの一杯は、茹で前でね、1.5 キロ、鷹の目さんで提供している 300g の麺で言うと、約5杯分ですね。こってりしてんだけど、やっぱ冷やしなんで、多分ね、あっという間になくなると思うわ。しっかりとね、さっぱり感もあって、うまい。冷やしなので、豚冷めちゃう前に先に行きましょう。この分厚さ、この大きさはね、デフォルトなんで。めっちゃ柔らかいのよね。うまっ。うん。うまっ。そしたら混ぜそばなんで混ぜちゃいますか。これサルサソースと。オーロラソースと、やっべ、めっちゃうまそう。これやばい。鷹の目さんの限定混ぜそばメニューの中で過去一好きかも。トマト系の酸味と、そこにオーロラソースのまったり感、めっちゃうまいっす。
今まで僕の動画の中で鷹の目さんの混ぜそばの限定メニュー何品食べてるかな。それぐらい多くてですね、まだまだ食べたことない新メニューあるんですよ。だからまあ全部の中で一番好みっていうわけではないけれども、今まではね混ぜそばでデカ盛りにするとこってり系でね、なかなかパンチなる重たい一杯が多かったんですけど、やっぱこのサルサのトマト感強いから重さというよりもさっぱり感が強いな。ちなみにね、こちらの鷹の目さん、基本的なメニューとしてはラーメンと混ぜそばということで、日常はね、この限定でもない限り冷たい麺のメニューってないんですよ。ぜひですね、鷹の目さんファンであれば一度この冷たい麺食べていただきたい。普段にはないコシというかね、これがすごくて、ただし個人的な意見としてはあったかい麺よりもお腹いっぱいになる気がするので、注文される際には量だけはね十分にご注意ください。そしたらそろそろもう終盤戦になってきたので、一旦味変に卓上の唐辛子でちょっと辛みをね。うまっ。めっちゃうまいな。辛み足されてよりサルサっぽい。うまいなこれ。そしたらあと麺自体はもう残り小一杯分ぐらい。じゃあちょっとこの辺りでブラックペッパーですね。いやーこれ絶対合うな。
ました。あー苦しい。はい、ということで本日はですね、こちら高野目蒲田店さんで明日までですね、撮影現在6月5日、6月6日まで販売しているというこのメキシカンですね、混ぜそばいただきました。動画公開時にはですね、先ほどもお話ししたようにすでに販売は終了しておりますけれども、社長曰くですね、今年の夏どこかの店舗でですね、再度またこれを復活させたいというお話もしておりますので、ぜひですね、こういった限定情報に関しましては高野目さんのツイッター、公式のツイッターですね、こちらの方で随時更新しておりますので、情報の方をチェックしていただければと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね